2017年9月の26、23時6分です。よろしくお願いします。聞こえます？おつ。聞こえる？窓のボタンなくなったんだけど、どこ？何これ？あ、寝てますね。いや、何時到着か分かんないよ。そんなさ、夜中にいきなり無理だよ。最善は尽くすけど、何時になるか分からんよ。鮫島さん今何位なの？理想は あなたがどうか幸せになりますように、さようなら。コンビニなかったの？みんな、じゃあパーキング寄って。してくれよって言われて動かないとダメでしょ。世話になってる先輩には二言返事でしょ。アメスピはないから、なんか飲み物買おう。はい、またツー。のんちゃん、ここで待ってて、うん、なんか買ってくれよ、俺、うん、何がいい？コーヒー？何？ブラック？うん、のんちゃん、米さばいてて。
甘いの？甘いコーヒー、はい、甘いコーヒーね、うん、あ、なに？なに？なに？あって甘いコーヒー、気をつけまーす。こんばんは。何時着か分かりません。ワドツー、こんばんは。皆さんこんばんは。ハートありがとう。レッスンハートありがとう。手は骨折です。大丈夫です。29日に手術します。今ギブス。シートベルトしてる、うん、はい、ワドツー、みんなおはよう。したうんしたよ。先輩殴らねえな。誰か伝言言っといて、あの俺のネタだけじゃなくて他のネタで協力も仰いでって。俺だけのネタだったら無理だよ、時間間に合わないから。協力はするけど、で伝えといて他のネタもやっておいてって。レジンネタで頑張ってんの？レジン
ったんだけど忘れてたよね。いや、これ取れんの？鮫島さん取れんの？これ700差だよ、トップと。してるから枠つけてんだろ、バカすぎるだろ。え、高速降りた？間違えた。ここから入んじゃないの、うん、こいつ先輩だからね、鮫島さん。シェイサーさん、こんばんは。俺は結構鮫島さんのことしちゃってるよ。こんばんは。みんな鮫島さんの枠行って行ってね、一回ログインしてね、一回放送見に行ってください。リスワンポイント1プラスされるんで、みんな鮫島さんの枠一回顔出してあげてください。ワードリスナーは向かってます。アカウント前かもしれないから、複数アカウントも一応持ってる人は複数でログインしてあげて、多分端末だと思うけど、アカウントケース関数は。
多分端末 IP 管理じゃなかったかな、リスは。複数アカウントでログインしても1カウントだったような気がするけど、ちょっとわかんねえわ。お疲れっす。あや、そうそう、俺ふわっち来たから毎月撮ってるよ、リスワンは。うわー、東京タワー超かっけー、あー超かっけー、東京タワー最高。一瞬だけしか見えなかったな。はいはーい、犬屋さんいらっしゃい。だ、今日中には着かないかんね。
ひなり？ひなり？あ、ほんとだ、ひなりだ。お疲れ。ひなり、お疲れ。久しぶり。ひなりがコメント書いてる。今日中には着かないよ。さっきから言ってるけど。伝えといて。
今日中にはつかないよってもう言ってるんだけどね。ここどこ、どこかわからねえよ。どこ、どこ、どこかわかんないわ。そんなね、来いって言われて、はっ、そんな急いで来いって言われたら無理だよ。急いでるけど、いや怒ってないよ。俺免許持ってないよ。今神奈川に入ったぐらいかな。
それが間に合わせなきゃいけないんだよ。全然意味わかんないでしょ。遠回りしてるかどうか。
まだ放送見てない人ログインしてね、よろしくね。鮫島さんの放送一回ちょろっと見るだけでいいからログインしてね、よろしくね。そのための枠なんで。よろしくお願いします。一瞬でログインするだけでもいいんで、和道かなって書いてください。
えるしかない。のんちゃん手怪我してるからね。あー、パンクだ、パンク。はい、ごめん、鮫島さんにちょっと報告してください。もっと寄せていいよ。多分もっと寄せた方がいいよ。もっと寄せな、こっち側に。オッケーオッケー、オライ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 、オッケー。見えてる、見えてる。
や、のんちゃん自分で買えるって。非常電話入れるんだって、のんちゃん。のんちゃん、非常電話入れるんだって。タイヤ、あそこで非常電話入れるんだって、まず。あんなところ大丈夫なの？どこに電話入れんの？
なんかあった。電話。電灯とかだから俺が車どこになるのか分かんないよ。助手席にあんの？助手席の下？これをどうすればいいの？使い方書いてあるけど、道路に置いておけばいいの？表示板が分かんないんだよな。手前？車の？車の後ろに置くのね。どうやって使うんだこれ。で？
もしもし。今、ここどこなんだろう。高速の上なんですよ。パンクしました。ですよね、多分。はい。周りに見えるのが何もないですね。花の木の 1.5 キロ手前って書いてありますね。はい。とりあえず住所送りましょうか。ちょっと待ってください。今聞こえてみてます。あ、じゃあ今 Google マップ調べて鮫島さんに LINE で住所送ります。お願いします。はい、失礼します。トランクにタイヤはあるから、今、そう、家族に、あ、のんちゃんやるよ。使ったよ。発煙筒は焚いてます。
ゼントも遠くにしてくるわ。じゃあ、あ、遠くにしてくる。発煙筒遠くにしてきます。発煙筒遠くにしてくるわ。そこでつけるの？ここでつける。あ、先生、ごめんね、リスナーさん。今、来てくれるって、助けに。高速でパンク。揺れるな、怖えな。こんなに揺れるんだね。中でタバコ吸ってきていい、のんちゃん。もうあとは神様が何とかしてくれるでしょ。安全な場所に避難してるよ。寄せてるよ、高速から。あの、なんつうの、避難所みたいな、非常口みたいなところに寄せてるよ。もう聞いた聞いた。あとは待ってるだけ。ハザードつけてるつけてる。大変だったね。なんでパンクしたんだろうね。バーストだよね、多分。がっつりいったよね。発煙筒はつけたよ。消えちゃったけど。消えた？あ、来た、今。今来た。あ、来た来た。
フォローした人がいる。いやもう助けに来たよ。もうそのランプ的なものつけてくれた。もう大丈夫だよ。なんか偉い人が来た。偉い人が来たから大丈夫でしょ。直してくれるって自分でやんの。いや、なんか自分で直すって言ってるよ。ちょっと見てくるわ、俺。手伝ってくるわ。手伝えよって、だって俺わかんねえもん。どうすればいい？のんちゃん手伝う？タイヤスペアあるよ。ここにあるよ。
落として他の車に当たったら運転手さんの責任になっちゃうので、ちょっと緩いとかさ、なんか外れちゃったのかな、さっき取ろうと思って、そこの、これは可能って言ってもらった方が間違いないかな。あ、これははい、すぐ出口すぐなんで、はい、もしもし、今スペアタイヤ交換して一応花の木で一回降ります。僕ら移動して、はい、交換、そのなんだかわかんない偉い人が来て交換をしました今。はい、で空気圧がダメなんでガソリンスタンドにすぐ近くのに行ってくれって言われて、今花の木降ります。はい、本間つないでおきます。それは行きましょう。はい、今その首都高の偉い人がいるんですね、後ろに。はい、
だからどうしたらいいんですかね。ガソリンスタンドまでって言ってた、ついてくるの。いや、僕らもそのガソリンスタンド、僕の携帯で検索しないと探せないので、はい。なんて言われた？偉い人に怒られました、今。違う、向こうに。なんか、はい。はい。どっかで一回止まって待ってる？なんかもう6分で着くって。どっか止まれる？ん？偉い人はどうした？後ろにいる？え？ガソリンスタンドがついてくの？左方向です。ガソリンスタンドを寄ってもらって、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。車、トヨタ、ダイハツ。ちょっと待って、俺検索するよ。パソコンの電源切れちゃうから待ってて。ガソリンスタンド、うん、ガソリンスタンド。24時間営業でいい？うん、うん、俺が住所入れる？しまってね。どれ、どこ、どうやって入れんの？あ、住所入れる。うん、住所入れるんでしょ。ここだ、住所。買っちゃっていいから。
対応うまくできたでしょ。かっこよかった。惚れ直した、うん、すごいかっこよかったでしょ。そのトラブルに対応する彼氏、うん、どんなところかっこよかった。さっきの全部言って。緊急電話に電話してって言って、うんうん、ああ非常電話をすぐ迅速な対応がかっこよかった。でリスナーさんに教えてもらったの？いやもうすぐやっぱりこういう時電話だなって。あ、そうか、うん、リスナー使えないから、うん、パッとひらめいたよね。電話してる俺かっこよかった、うん、電話？非常電話にすぐ電話してた俺、うん、どうだった？ドラマみたいだった？よくできた。よくできた。汚れた手がかっこよくない？頑張ったね、うん、なんかいいね汚れてるって言ってね。軍隊好きだね。いや俺は手をこう手を汚す感じが好きだから。やっぱり軍隊あったの？うん、うん、気圧とかね、気候が変わるからね、タイヤも機嫌損ねるよね。いや、のんちゃんが事故るの、いろいろ。あ、そうなの？秋になると、だって首メス刺したり。去年は救急車乗ったでしょ。なんで救急車乗ったの？首に引っ掛けてさ、ここが血が止まんなくなって。でしょ？うん。あと首メスで刺したりとか。ちょっとお父さんが父親だったりとか。やっぱ秋は荒ぶるよね。俺のコーヒーどこ行った？コーヒー、じゃあコーヒーは分からないってどういうこと？俺のコーヒー、あれ俺のコーヒーはあった。あとのコーヒーうめえわ。一仕事終えた後のコーヒーうまい。
っと松葉やったかな、左左か、本庁の偉いところはスペアタイヤを車に積んでたところが偉いね。だってタイヤなかったらだってどうしようもなかったよ。笑ってるけど、タイヤをもうパンク前提でタイヤを積んでたのが俺偉いと思うよ。備えてたって。みんなついてるんだよね、車に。そう、軽自動車には積んでないでしょ。あ、軽自動車には積んでないんだと思うよ。セルフだよ。セルフでも空気圧できるじゃないの。救急車が給油入れてる、初めて見た。え、救急車ってガソリンスタンド使うんだね、うん。ガソリン入れる、なくなって危なかった。ガス欠にもなるってこと。ガス欠になるところだったの、うん、ごめんでしょ。どうしよっか。手洗いたい。手洗ってきていい？
られるのかな。うん、大丈夫。あそこにあった。とりあえず飯行くか。後ろから入れるか。
のんちゃん、俺ガソリンスタンド似合う？ストレスって何？冬用タイヤ。サメ島さんは放送やってる？サメ島さん、サメ島さん放送やってる？ここで待ってればいいのかな。どうすればいいんだろう。こっち向かってんだって、うん、待ってればいいの。高っ。ここ何高いって。130円。高いね、うん、じゃあなんか端に寄せようか。まあでもガラガラだもんね、うん。飯でも食うか。今日のことで俺のこと惚れ直したんじゃないの。どれくらい好きになった？3倍。うん、しょうがないよね。
くらい行くんだろう。大坪にはいらっしゃい。タクソ来た。あ、来た、サメ島さん。お疲れさんっす。うん。休止会。こんばんは。パンクっす。バーストっていうか、なんか、ボロボロになりましたね。今、スペアっす。あ、いや、右の、あれっす、タイヤっす。山ありますよ、全然普通にしてたのに。それスペアっすよ。っていうか純正の。後ろ開けられる、ドントン。後ろ開けて。お疲れさんっす。鮫島っす。こんな割れ方するの？これやばくない？これが破れた方っす、鮫島さん。これっすね。あらー、もうやばくないですか？あ、これやられてるわ。何が原因なんですか、これ。山別にありますよね。これ、はい、いたずらだと。いたずら？多分。嘘。多分。マジですか？下げるんだったらこう下げるはずなんだよ。はい。あ、違うな。繊維がある。はい。多分これやられてるよ。繊維がやられてる。だって一箇所じゃない。なんで三箇所もバースト？わかんないです。わかんないです。全然。多分。何なんですかね、やっぱやられてると思う。やられてます、うん、いや、わかんない。俺こんな割れ方したの初めて。やばいっすよね、3箇所一気にいってる。これいたずらだよね、多分。マジですか？多分。まあ古いけど、はい、山はいっぱいあるし、はい、別にそんな言うほど。だとしたら3秒全部かかる。あー、でもこんな割れ方、こんな割れ方しないよね。しないですよね、3箇所同時っすもんね。いや、なんか踏んだら、だってこの面だもん、この面だもん、絶対山の面に踏むわけじゃん、山の面。だって山全然ありますもんね。山全然あるよ、全然全然。じゃあ、でも割れてるのか。あ、割れてます。古いけど、でもそんな言うほど。え、なんかタイヤがババアってことですか、これ。タイヤもババアって。タイヤもババアうん、タイヤもババアなんじゃない、はい、多分。でもこれいたずらじゃない。いや、でも突然突然っす。パーンって感じ。パーン、ガラガラガラみたいな。ええみたいな。でもしばらく走ってましたよ、高速ね。え、あ、そう。30分ぐらい走ってましたよ。ああ、はい。まあ怪我がなくてね、よかったです。僕の可愛い彼女が怪我なくてよかったです。うち来る？とりあえず鮫島さん、なんかおしゃれになってないですか？なんかファッション目覚めたんですか？ああ、オカリナさんって顔出して NG でしたっけ？あ、了解です。気をつけます。じゃあ、鮫島さんの家で。うん、じゃあ。途中コンビニとか寄っていいですか？あ、いいよ、いいよ。いいっす。うん、
じゃあ行くか。もう一回。サムさんのケツ追っかけなくていいの？サムさんどこ行った？もう行ったのかな？うん、お腹空いたよね、のんさんも。うん、そうだね。まあ、なんか軽くドリンクとか買ってこうよ。さん運転しないの？気分はアイルトンセナだよ。ねえ。うん。およそ8キロ先、舗装工事のため。俺のことセナって呼んでもいいよ。お疲れっす。
あれだよ、関東に住んでる人ってあの免許いらないんだよ。関東に住んでる人って男でも免許持ってない人多いよ。東京に住んでるといらないから。まあ、関西とかね、なんか田舎の方はわかんないけど、車必要かもしれないけど、シティボーイには車の免許いらないんだよ。ヒゲ結構整えてるよ。前に剃ってるよね俺。うん、うん、おしゃれヒゲだから俺の。免許が必要なポジションなら就職なんてしないね俺は。免許か運転が必要なポジションの会社には勤める気ないです僕は。いや首都高入れって意味でしょ、真ん中左線で。そこ首都高じゃないの、わかんないけど。何をぐる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 回ってんの。あ、首都高入れってことなの。知らないけど、わかんないけど。え、もう家近いのかと思ってた。19キロって書いてあるよ。あ、高速に乗った方がいいってこと。500円って表示されてるから。そうじゃないの、わかんないけど、うん、俺はどこ行けばいいのかわかんないから。人いるよ、気をつけてよ。でもこっち方面って逆方面なんじゃないの、首都高。わかんないけど、合ってるか。
原付バイク無免で捕まってるだろう。俺ゴールドだから、原付。そういう嘘情報やめてください。原付僕ゴールドです。はい、ワード2。原付にゴールドなんかないよ。だって寒っ。原付にゴールドあります。にわかが原付ゴールドあります。
ただきました、全人類が、幸せになりますように。いただきました。生けとし生けるすべてのものが幸せになりますように。
丈夫じゃないよ。手ボロボロだよ。うん、ありがとうね、サリーさん。好きな飲み物とか誰か知ってる人いる？オカリナさん、オカリナさん確かこの前ボボティー飲んでた気がすんな。どんぐらい？あと2キロだからあと10分ぐらいじゃないの？デカビタ C が好きなの？リアルゴールド、ドクターペッパー。え、どれだろう本当な。鮫島さん何が好きなんだろう。最近もう3ヶ月間ぐらいブロックされてたかんな。放送見れてねえからわかんねえわ。デカビタ？オッケーオッケー。コンビニでデカビタ C 買っておこう。オカリナさん何飲むのかな。紅茶。さんが好きやん。オッケーオッケー。うん、今から来いってのんちゃんと来いって言われたねえ。のんちゃん、
こう。なんで？どうした？何買う？なんかおにぎりとか。おにぎりとか？一個？何？気分悪いの？なんで？え？何？爆走って言ったり、え、何？え、爆走って言ったり、違う違う、煽れ煽
お、小口さんはどつ、いらっしゃい。サンド食べると2歳の頃思い出す。コンビニだから捨てればいいのか、俺が、うん、ねえ、ゴミある捨てれるこれと、これは、いらない、いらない、出てくるよ。
寝起き、起きたばっかり。この辺だって記憶がある。なんでこれアップにならないの？もう一個やっぱ向こうだったかな。うん。あれだ。今ランプついてる家。ここから入れない。入れないと思うよ。ぐるっと回っちゃえば右。すごい木だなこれ。いや、LINE 知らないよ。なんか教えて。やらないって、出ないって。いや、地図が広すぎてわかんない。アップにしよう。左じゃん。左あれ消えちゃったの。言ったでしょ、逃げるって。
ここ左だ。あ、ここで合ってると思う。じゃあ皆さん家着いたんで放送切ります。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。